どうですです、皆さんはこの iPhone の音声検索機能 Siri を使ってますか？ Siri というのはですね、今日は何の日ですか？今日はイベントは何もありません。このようにですね、口頭で質問すると自動的に回答が返ってくるっていう、そういうシステムなんですけども、これでまあそのまま調べたいことをそのまま肉声で伝えて検索結果をここに表すこともできるっていう非常に優れたやつなんですけども、この Siri を普段からよく利用している方にお聞きしたいと思うんですけども、この Siri で今まで聞いてきた内容のデータは2年間 Apple にデータ保管されているというのをご存知でしょうか？つまり皆さんが Siri に聞いている内容というのは全て Apple に筒抜けなんです。まあさすがに細かい個人情報とかそういったのは筒抜けになるわけじゃないらしいんですけども、でもまあ自分はその事実をあるネットで知ったんですけども、それ知った時はすごい衝撃でしたね。というわけで実際のところどうなんだというのをですね、アップルを代表してこの Siri にインタビューしてみたいと思います。それでは聞いてみましょう。Siri さん、あなたに聞いた内容というのは全て2年間アップルに保管されると聞きましたが、それは本当でしょうか？シギヤマ、あなたに聞いた内容を探しています。シギヤマ、あなたに聞いた内容は見つけられませんでした。シリヤマ、シリヤマじゃなくてシリさん、あなたに聞いたんですけども、私には意味がわかりません。わ、わかりませんって言った。よろしければインターネットでお調べしますよ。シリで聞いた内容というのはアップルに保管されると聞いたんですが、それは本当ですか？ウェブでこちらの情報が見つかりました。なんだ、一番上が新卒でアメリカの大企業に就職するたった一つの方法、全然関係ないや。武蔵野日記ってなんだよ。もうちょい分かりやすく聞こう。あなたは僕が聞いた内容というのをアップルにデータで送信してるんですか？あなたは僕が聞いた内容を探しています。あなたは検索パターンできた。聞いた内容は見つかりませんでした。いや、そりゃそうだろう。このSiriを使ってる人の中には、Siriさん愛してるよとか、Siriさん結婚してくれとか、そういった愛のメッセージというのを送ってる人もいるのに、そういったのも全てデータでAppleに送られてるということですか？はい、一時停止しました。終わっちゃったよ。ていうかこの聞き取り機能もひどいな。このシリって最初言ってるのにこのスルって出ちゃってる。もういいよ、お前の裏切り者。私ですか？すっとぼけた。というようにですね、以前シリさんは黙秘権を守ったままということでですね、皆さんもシリをお使いの際には発言に十分お気をつけください。本日の D チャンネルいかがでしたでしょうか？次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。